荒野の妖人棒は1964年にイタリアで制作及び公開されたマカロニウェスタンである。1966年公開のマカロニウェスタンに属、荒野の妖人棒という作品があるが本作とは一切関係ない。1965年に日本、1967年にアメリカでそれぞれ公開された。この映画の後にイーストウッド主演による 夕日のガンマン、続、夕日のガンマンの2作が制作され、荒野の妖人棒と合わせて、ドルバコ3部作と呼ばれる。アメリカでは、ユナイテッドアーティストが、イーストウッドの演じたキャラクターを、七死の男として宣伝した。イタリアで公開された、黒沢明の妖人棒を見て、感銘を受けたセルジオレオーネが、日本の時代劇、妖人棒を、 西部劇に作り変えようとしたのが始まりである。レオーネは同僚の撮影監督や脚本家たちを誘って再度、用心棒を鑑賞、脚本執筆の参考にするために映画のセリフをそのまま書き写したと言われている。レオーネは当初ヘンリー・ホンダの起用を望んでいたが、ホンダはハリウッドスターだったため獲得できなかった。その次に、 チャールズ・ブロンソンに出演依頼をするがブロンソンは脚本が気に入らないという理由で辞退。さらにヘンリー・シルバ、ロリー・カルホーン、トニー・ラッセル、スティーブ・リーブス、タイ・ハーディン、ジェームズ・コバーン等にも打診するが、いずれも断られた。そこで代わりに、白羽の矢を立てたのが当時テレビ西部劇、ローハイドでブレーク中だったクリント・イー・ストウッドだった。この時、 イーストウッドが受け取った脚本の題名はマグニフィセントストレンジャーだったといい、またその内容は用心棒の本案であることもすぐに読み取った。無名のイタリア人監督がスペインで日本映画の西部劇風リメイクを制作するといういかにもうさんくさい企画ではあったが、ローハイド出演の際に他のハリウッド映画に出演できないという契約を結んでいたイーストウッドは ヨーロッパへの物見予算気分半ばでオファーを受諾、無事撮影が開始されることになった。イーストウッドは七死の男の役作りに励んだ。彼はブルーのジーンズをハリウッドで、帽子をサンタモニカで、ハマキをビバリーヒルズで買った。また彼はローハイドで使っていた蛇の飾りがついた銃のグリップも持ち込んだ。ポンチョはスペインで手に入れた。七死の男の衣装は レオーネと衣装監督のカルロシーミによって決められていった。撮影はスペインのアルメリア地方で行われた。また、この作品にはアメリカ、ドイツ、イタリアなど様々な国の俳優が出演している。そのため撮影時にはそれぞれの母国語で喋り、イタリア公開時にはイタリア語、アメリカ公開時には英語にセリフが吹き替えられた。また、公開時には ヨーロッパ系のキャストスタッフの多くがアメリカ風の偽名を使った。レオーネ監督やジャンマリア・ボロンテ、エンリオ・モリコーネたちも本名を使わなかった。レオーネをはじめとする制作人は公開にあたり黒沢明の許可を得ていなかった。そのため、東方はレオーネ等を著作権侵害だとして告訴、勝訴している。この裁判の結果を受けて、 荒野の用心棒の制作会社は黒沢たちに謝罪し、日本、台湾、韓国などのアジアにおける配給券と10万ドルの賠償金と全世界における配給収入の15%を支払うことになった。また、この裁判の過程で映画の著作者が受け取る世界の標準額を知った黒沢は東方に不信感を抱き、契約解除、ハリウッド進出を決意させる要因にもなった。 1960年代初期からイタリアでは西部劇が作られていたが、そのイタリア製の西部劇、いわゆるマカロニウェスタンが世界的に知られるようになったのは、荒野の用人棒のアメリカにおける大ヒットからである。その暴力的なシーンを多用した乾いた作風や激しいガンファイトが、当時の西部劇の価値観を大きく変えたと言われている。 1960年代中盤から1970年代にかけてイタリアでは大量のマカロニウェスタンが量産されるようになったが現在でもマカロニウェスタンの代表作として本作品を挙げる人は多いアメリカに帰国後再びローハイドに出演していたイーストウッドはヨーロッパ全域でエーフィストフル・オブ・ダラーズという映画が人気を博しているという噂を耳にしたが それが自分が主演したマグニフィセントストレンジャーのことであるとは全く知らなかった。この作品及び一連の皇族作品の影響で当時、ヨーロッパで最も有名なアメリカ人の一人となり、訪米した多くの著名なヨーロッパ人が彼との会見を希望したが、落ち目のテレビ俳優と認識していた周囲の人たちは、その光景が不思議なものに見えていたという。 その知名度の高さゆえか本作品は他の映画やアニメ、テレビゲームなどでパロディにされることも多い。例としてバックトゥザーフューチャーシリーズでは本作の映像やイーストウッドの名が劇中で使用されている。ある日、アメリカメキシコ国境にある小さな町サンミュゲルに流れ物のガンマンジョーが現れる。ジョーは酒場の親父のシルバニトからこの町では ドン・ミゲル・ベニートロホスト・ジョン・バクスター保安官のに、大勢力が常に、縄張り争いをして、儲かるのはカンオケ屋だけだと聞かされる。ジョーは、早打ちで、バクスターの子分を殺して、ミゲルに100ドルで手下になる。ミゲルの息子で、ライフルの名手であるラモンが帰ってきて、バクスターと手打ちをしたことにより、ミゲルの手下を辞めて、シルバニトの宿に泊まることにする。ジョーとシルバニトは、 メキシコの軍隊の後を追って、国境沿いの川で、アメリカの騎兵隊との取引現場で、ラモンとその一味が、機関銃で全員を射殺、撃ち合ったように見せて、金を奪ったのを目撃する。ジョーとシルバニトは、ラモンが、機関銃で殺した兵隊の死体を墓に生きてるように、置いて、バクスター側と、ラモン側とで銃撃戦をさせ、その間に、ラモンが、軍隊から奪った金を探すのだが、 その時に囚われてたラモンの愛人マリソルを救い出してしまう。銃撃戦の最中にバクスターの息子を人質に取ったラモンはマリソルとの人質交換を行う。その夜の宴会で酔っ払ったふりをしたジョーはマリソルの護衛を撃ち殺してその夫と子供と共に逃がしてやるのだがそれがラモンにばれてジョーはひどく痛めつけられる。命からがら逃げ延びたジョーだがラモンは バックスターの仕業と思い、バックスターを襲い壊滅させる。ラモンとミゲルは街を牛り、シルバニトを街の真ん中で痛めつけて、ジョーをおびき寄せる。左手が使えず、ライフルの名手であるラモンに対して、それでもジョーは完全と立ち向かっていくのであった。この映画の音楽は演技をモリコーネによって作られた。レオーネは、モリコーネに、ディミトリティオムキンの音楽を作曲するように言った。 この映画のトランペットのテーマは、リオブラボーでティオムキンが作った、皆殺しの歌に似ている。ありがとうございます。